必要なパーツって何なんだって言ったら嫌いなところにあるんですよね。で嫌いなところを、まあ、今みたいに、まあ、だから今日は3つってことにしましたけど、書いたら10個20個30個出てくるんですよ本当は。で今5分で3個出たんで、ね、別に1時間2時間3時間やったら100個ぐらい出てくるわけじゃないですか。でそこからそのなんでかってちょっと説明しただけで気象学的なことはものすごいあるんですよね。もう自分で勉強したとかじゃなくて、すでに自分で持ってるものが結構あって、でそこを実は自分で持ってるアプリの部分はもうあの普段使ってる意識はないかもしれないけど結構あるんですよ、はい、でそこの、まあ、ちょっと隙間を埋めていけばあの実はなんかこうちょっと世界が変わる瞬間があるかもしれないと、はい、それであのこれが最後僕は一番ね重要だなと今実験してみて分かったと思うんですけど、あのまあもちろん好きな部分の愛情を伝えてもいいんですけど、まあ、嫌いな部分にもやっぱり裏返しの愛情があったりするじゃないですか。今喋ってみたら分かると思うんですけど、これをですね、まあ、今回たまたまこのメンバーで30人ぐらいの人に、まあ、熱弁したりとかしたじゃないですか。これね結構ね相手に言うとあのいい感じになるんですよ。これはあの言わずに抱えてるとイライラしたまんま振り回される続けるところからなかなか抜け出せないんですけど、誰かに言うとか誰かに共有するとか、まあ、解決策はこうじゃねえかと言ってみるとか、別にそれが答えじゃなくてもいいんですけど、なんかそれをやり続けるとあのだいぶステージが変わっていくというかですね、まあ、嫌いは嫌いなんだけど、その好きと嫌いは全然変わらないかもしれないけど、なんかちょっとステージが変わっていく感じがですね、多分味わえるだろうと。で、まあ、実際僕はあのかなりの、 あのなんていうかな、劇的な変化をですね、あの、まあ、梅雨に対してもですね、梅雨だけじゃなくて、まあ、いろんなものに対してですけど味わってきたんで、まあ、それを、まあ、失敗の裏返しのところにそういうのがあるよという話がしたかったということですね、はい。で、まあ今日はあのこんなタイトルでそういう話になったかどうかはちょっとあれですけど、あのまあそうですね、だから大体その天気の話ってなると結構その今日はどうですねっていうところまで行くけど、その先になかなか行かないことはあると思うんですけど、ちょっとですね、あの嫌いなことを聞き出すとか、自分のもまあ言うのもいいんですけど聞き出すとか、そういうところにちょっとステージを変えると、あのちょっと別に今まで持ってたテクニックとはちょっと違うものが手に入るんじゃないかなと、はい。でそれをあのまあ一番知りたかったのは僕が知りたかったから、ここにだから一番得するのはですね、だからこういうのを主催してなんか喋らさせてもらったりするじゃないですか。そうすると一番その新しくアプリをインストールできるのは話した人なんですよ、僕なんですよ、はい。でだからあの皆さんも全然そのわざわざこういうイベントにしなくてもいいですけど、飲み会でもお茶でも何でもいいですけど、そこでちょっとそのあこういう感じで会話するっていうのでもありなんだと思ってみると、ちょっと、はい、今までと違ったものが一番得する、あ得したなっていうのが感覚として味わえると思うんで、はい、やってみてほしいなと、はい、いうことが今日やりたかったことです。はい、ちょうど8時半になりまして、こんな感じでいいでしょうか。はい、ということでありがとうございました。本日は茂木耕作様に、非常に、楽しい、天気の愛し方をお話しいただきました。最後にもう一度拍手で、感謝したいと思います。どうもありがとうございました。それであのお手元アンケートも少しご用意させていただきましたので、あと時間アンケートを書いていただきますと助かります。それからちょっと途中で来られた方もおられるんで、もう一度再確認したいと思いますけれども、これ 3階のですね、レストランフロアで、1人2000円で
懇親会というか打ち上げをやろうと思ってますで、先ほど手を挙げてない方で出てもいいかなと思う人はあと追加おられますかね。あと先挙げたい以外の方でもう一回もう一度ちょっと もう一回ちょっと挙げていただきますが、そのくるっと行ってもいいよっていう人を、先ほど手を挙げていただいた方も含めてちょっともう一回もう一度手を挙げていただけますか、はい、うん、はい、ありがとうございます。はい、はい、後で3階の方へご案内したいと思いますのでよろしくお願いします。それではですね、アンケートを書きながら最後を実は机を片付けの皆さんとお手伝いいただきたいなという思いがありまして、実はここに書きました通り机の前にこう数字が書いてあるんですね。第1、第2会議室で、第1会議室用のテーブルはこちらへ、第2会議室用の